さん、こんにちは。おしゃれな天然酵母パン作り講師、高橋貴子です。本日はこちらのベターホーム酵母についてお話をしたいと思います。ベターホーム酵母はですね、うるち米に付着していた酵母とリンゴに付着していた植物性乳酸菌をですね、すりおろしたリンゴ、小麦、あとモルトですねを栄養にして3日間培養しまして、でその後、急速冷凍してから真空状態に置いて水分を飛ばして乾燥させてもらうっていう、まあ、そういう酵母です。でこちらの方の酵母ですね、まあ、香りね、嗅いでいただくと少しほのかに甘いリンゴのような香りがするような酵母になってますので、イースト臭とかそういうものがない、酸味とかもあまりなくて、ふっくらふんわり仕上がるタイプの酵母になってます。で使い勝手はそのまんま、粉と一緒に混ぜて使っていくような形になるので、手軽に使えるタイプの天然酵母になってます。